こんにちは、ブルーホースです。今日はお金で人は動きませんよっていう話をしていきます。実はお金で物事頑張ろうと思うと、やる気低下のもとになるっていう話なんですよね。こういう話をすると一部反論があったりとかすると思うんですけど、特にね、某なんとか区女子なんかはお金のために生きてる。お金さえあれば何でもいい。ブランド物に身を包まれてさえいれば幸せだ、みたいなことがあるんですけど、それって結局、能力は身につかないし、本当の幸せって何なのかっていうことに気づくのが難しいまま、年を取ってみれば自分ができることっていうことの、薄さに気づいて、ショックを受けて、ただただ年を老いていくっていう傾向が高いですっていう話なんですけど、今日はそこまで言及しないですけどね。実は、これを、いわゆるお金って外発的動機づけっていうんですけど、外発的動機づけだと、やる気がそもそも出ない、行動力も促さない、長期的に物事に取り組む力が全然身につかないっていう、全然いいことがないっていうことなので、今日はそのお話をしていこうというふうに思います。で、お金でやる気は出るのかっていうと、結論言うと出るんですよ。動機づけに対して大きな力を持っているっていうのは確かに間違いないんですね。で、多くの会社っていうのは当然お金という影響力を使って社員をコントロールしようとしているっていうところなんですよ。例えばどんなことかっていうと、目標を達成したらボーナスを支給するぞと、それから高い給与をちらつかせてうちの会社に来ないかっていうヘッドハッティングとか、それから成果が出なければ給与をカットするとか、で、成績上位者にはボーナスプラスインセンティブを出しますよっていうような形で、お金でやる気を出させるっていうことは確かに可能なんですよね。で、例えば今、手取りが20万円しかもらえていないものが、今年これだけ頑張れば25万に増やすぞっていう、魅力ある報酬があれば誰もが惹かれるっていうのは当然の話だとは思うんですよ。ところが、これっていうのは悪影響っていうのもあって、お金による動機づけっていうのはいい影響ばかりではないということを調べたのがエドワード・エル・デシさんの実験になります。で、お金の悪い影響っていうのはないのかっていうことを立証した実験があります。で、実験内容としては一体何かっていうと、大学生に集まってもらってパズルを解いてもらいます。で、その際にその大学生のグループを2つに分けて行うんですね。1つはパズルを解くとお金がもらえるっていうグループと、1つは報酬なし、ただパズルを解いてくださいねっていうグループです。で、30分間まずは被験者の学生さんたちに自由にパズルに取り組んでもらって、その後30分経ったら実験者、弟子さんたちですね、はパズルを解く時間が終わりましたということを伝えて、じゃあ今から出た結果のデータを入力しに行くんで、一旦席外しますねっていうことで中座しました。で、その駐座時間中に被験者が何をするのかっていうのを観察するっていうのがこの実験です。で、駐座している間にパズルを取り組み続けるのか、それとも何もしないままになるのかっていうところを観察したわけなんですね。で、その実験結果どういうことが起こったかっていうと、報酬のあるグループはないグループと比べて、駐座中にパズルを解く人っていうのは少なかったということなんですね。つまり報酬、お金というものがもらえないのであれば、もうパズルを解くのやめたっていう状態になったということなんですよ。この結果を受けて、弟子さんが見解として、初めは確かに報酬なしでパズルを解くのってのは喜んでやっていたと。ところが、一旦報酬が支払われる、今回の場合支払われると分かっているということになると、お金のためにパズルをやっているように見えたということなんですね。だからパズル解くことが楽しいじゃなくて、お金もらえるからパズルとりあえず解こうかっていうことなんですね。だから金銭っていう報酬が導入された途端、学生さんに関しては報酬に依存するようになってしまったっていう話なんです。だからパズルを解くこと自体が楽しいっていうふうに感じていたはずなのに、報酬を得るためにパズルを解くという目的、パズルを解くという目的からお金をもらうためという手段になり変わってしまったっていう見解ですね。で、これっていうのは、その報酬云々に関わらず、競争をするおいてでも同じ結果が出るというふうに言われてるんですよ。先の実験っていうのは何度やっても報酬がゴール、要はお金がもらえるとか、飴ちゃんがもらえるとか、おもちゃがもらえるとかっていうものがゴールであったとしたら、継続率は低いし、モチベーションが低くなってしまうっていう結果が出たんですね。で、さらにはこれっていうのは、報酬を与えますっていうものだけじゃなくて、他人と競争することに関しても同じ結果が言えるんですね。だから競争っていうのは一見行動力を生み出しそうなんですよね。A さんと B さんが、成績を争わせるとかっていう。確かに、あいつに負けてなるものか、B さんに負けてなるものか、A 君に負けてまるなるものかっていうふうに行動力を生みそうではあるんですが、行動そのものの面白さを損なうことになるんですよね。つまり、成績を
成績上位を取っていきましょうという話では、まあ、なかなか動機づけをすることっていうのは難しいということなんですね。だからそもそもその成績を取るために一体何をするのかっていうことを考えると、お客様の満足度を高めていくとか、会社に貢献をするためとかっていうふうに、自分で何のためにやるのかっていうことをはっきりと分かってない限りにおいては、まあ、残念ながら競争というもので行動力を継続的に生むっていうのは難しいんですよね。まあ疲弊してしまうとか、何のためにやってるのか分からなくなる、やりがいが分からなくなるっていうような状態になっちゃうということです。で、人にじゃあ行動を促すためにはどうしたらいいかっていう話ですね。例えば子供に勉強をしてほしいというお話であれば、ご褒美あげるから勉強しなさいとか、あの子に成績で勝ちなさい、星で1位を取りなさいっていう話だと、1年くらいは確かにそれで頑張るかもしれないです。ところが長い目で見れば、ご褒美のための勉強、順位のための勉強ってなって、勉強することが嫌いになったり、やらなくなってしまうようになるんですよね。だからそうじゃなくて、勉強することそのものの楽しさっていうのを伝えなければならないと。それから社員に仕事に好きになってほしいと、まあ、これ社長とかね、役員の人たちが思うような話だと思うんですよ。じゃあだから給与やボーナスを支給してその気にさせたりとか、社員同士を競わせ成績を上げさせようとする、確かにこれ一期くらいはそれで頑張るかもしれないですが、だんだん疲弊してしまって仕事が嫌いになっちゃうんですよ。何を目的とした仕事なのかっていうのを見つけなければならないということなんですね。だから行動を続けていくためには、続けさせるためには、他人から強いられてやっているうちっていうのは当然ながら続かないわけなんですよね。だからモチベーションが上がることっていうのもありえないと。だからそれそのものをやっていること自体が楽しくて仕方がないと、自分の内から来るものであること、これは内発的動機づけっていうふうに言うんですが、今あなたがやっている勉強とか仕事とかに関して、あるいは社会活動とか生活においてやっていることっていうのは何のためにやっているのかっていうことをぜひ深掘りしてですね、自分の中で納得する行動の源、行動をする理由っていうのを見つけて取り組んでいくっていうことが大事になるということなので、それを忘れないようにして活動をぜひ続けていただけたらと思います。で、それでどうやって見つけていったらいいのっていう話は YouTube では残念ながらできないところになりますので、気になる方は私に直接ご連絡をいただいてコーチング受けていただけたらというふうに思います。ということで本日の動画は以上でございます。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。